Leute, weiter geht's mit Xenoblade. Wir haben letztens hier oben aufgehört. Wir werden jetzt weitergehen und gucken, was passiert. Los geht's. ここは塔の外に出たみたいね。おい、シルク。 間違いない。 ここが僕の見た場所だ。 よく来たな、モナドを継ぎし者よ。あなたは、でけえ。まさか。そうだ、太古に滅んだと言われる巨人族。ヒソはこれを封じていたのだよ。我が名はザンザ。 我はここでそなたを待っていた。待っていただと？そなたはヒソによってここに封じられたのではないのか？モナドは我が打ち鍛えし剣、我の慈しみ。それを振るう者のことは 手に取るようにわかる。このモナドをあなたが。そうだ、鬼神界に降するため神の剣として遥か昔に我が作ったものだ。だけどなんでこんな残酷な目に。モナドとはこの世界を構成する断り、根源元素、 エーテルを自在に操る剣。断りを操ることで物は断たれ、力は増幅される。そなたも見てきたはずだ、その剣が起こす様々な現象を。我はかつてその剣を振るい、巨神と共に戦い、鬼神を打ち倒したのだよ。あんたがあの鬼神をぶっ倒したってのか？ こんなちっさいけんで。その姿形は幻影、使う者の意思一つでモナドの姿はいかようにも変化する。要はその内にあるもの、その力。そしてその強大すぎる力ゆえ、それを恐れた古代のハイエンターによって我は 封じられた。バカな、始祖たちがそのような理由で。人とは概してそのようなものだ。我がここにこうしているのがその証。学ばれよ、新たなるハイエンターの指導者よ。モナドは本来巨神が持つべき剣、鬼神に対抗できる唯一の力。 使い手の成長とともに全ての断りを断つ力を秘めている。だがそれで全てが解放されるわけではない。モナドには枷をかけているのだ。枷？ある特定のものは立てなくしてある。特定のもの。 そう、その枷を知っていたからこそ奴らはモナドでも切れぬ鬼神兵カオツキを生み出したのだよ。
どこだ？どこがこの力の中心だ？あいつらは、そうか、もう来やがったってか。抜け目はねえよな。だがよ。見つけたぜ！どんだけ防備を固めたところでこいつは防ぐまい。なあ、ザンザさんとやらいよ。モナドは人を斬ることができない。それが枷なんですか？それと顔つきとに何の関係があるのですか？それを己が目で確かめるのだ。さあ、そのモナドで我をこの枷から解放するがよい。そしてモナドを差し出すのだ。我ここに全ての枷を解かん。さすればモナドはあらゆるものを断つ剣となるであろう。断てぬものはただ神のみ。よせシルク。メリオ、なぜ？気にかかるのだ。始祖たちが何故このものをここに封じたのかが。だけど僕たちにはもっと力が必要なんだ。それは君だって同じだろ。そうだが、それはそうなのだが。ちょっと待てよ。こいつはただ枷とやらを解いてくれるだけなんだろう。だったら迷うことはねえって。だがメリア、分かってほしい。僕にはやらなきゃならないことがある。鬼神兵を倒すんだ。シュルクよ、我は強制しない。代償も求めない。選ぶのはそなただ。僕は継ぎし者よ、その意志しかと受け止めた。今こそ枷を解き放とう。さすがよ。なに、ザンザ。てめえは黒い顔つき。さすがは名手様の槍だぜ。どうやら間に合ったみてえだな。俺たちがここに来ることを知っていたのか。ああ、雑魚が何勘違いしてやがんだ。俺たちの目的はそれそこのデグヌボイよ。モナドに余計なことされちゃ面倒なんでな。やりに来たらお前らがいたってわけよなあ。白い顔つき。ザンザ、答えてください。ザンザ、聞こえているはずです。
思念派か。この若者たちを生贄としてまた繰り返そうというのですか。我に話しかけてくるお前は何者だ。そして何を知っている。ザンザ、私はあなたと対話をするためにここに。騎士兵、僕はお前たちを許さない。待ちなさい、あなた方と戦うつもりは。お前たちはフィオルンを、フィオルンを返せ。調子に乗んじゃねえって言ったろうがよ、クズ。シルク、弱い、弱すぎるぜ。ダンバ、小娘が。メディア、ほんとモナドがねえと弱いよな、てめえらは。え、ダンバンさんよ。貴様、何者だ。なぜ俺の名を呼ぶ。わからねえのか。これでも。この技は。いや、まさかそんなはずは。ダンバン、やめなさい。その者たちは私たちの目的ではない。そろそろ引導を渡してやるぜ。いねえよ。何、やらせはせぬぞ、騎士兵。変化。ゲームは、大事ないか、メリア。はい、父上こそ。ふざけんじゃねえぜ、クソジジイが。メリア、そうよ、このたった一刺しでさ、弱すぎるぜ、お前らはよ。陛下、僕はまた。モナドを継ぎし者よ。ザンザ、無事だったのか。頼む、今すぐモナドの枷を。我の姿は形骸、すでに風は解き放たれている。風はそれを振るう者の意志、振るうがよい、そなたの意のままに。倒したいと思う相手を念じ、力を解き放つのだ。ザンザ、僕らはお前たちに食われるだけの存在じゃない。うわあ、モナドの形が。いけません、その力に身を委ねては。シェル君、los geht's! Das entfesselte Monado. Das Monado kann nun auch Gesicht-Mekon Schaden zufügen. Alle Monado-Techniken können nun bis Stufe 10 aufgestuft werden. Dann wollen wir mal. Gefängnisplatz. So, einmal die Verzauberung.
So, wie wär's einmal hiermit? So, heil mal Danban, Ricky. So, mach ihn fertig. Könnt ihr mal das Aggro behalten, Alter? Läuft bei euch, Brudis. Na, geht doch. Scheiße. So, dann einmal Aggro weg von mir. Beenden wir das. So, als nächstes Ricky. Danban. Toll.思い知れ、これがフィオルンが陛下が受けた痛みだ。やめなさい。すげえ、以前の者だとは違う。そうだ、その力だ。存分に力を振るうがよい、シュルクよ。これがあなたの望んだ通りの結果ですか、ザンザ。そうか、お前はそうだったか。予定調和の外にあるもの、気づかぬわけだ。人、人間、フィオルン。生きて、生きていたのか。ザンザ、変わらないのですね、あなたは。それでも私は好きにするがよい。フィオルン、目的は果たしました。祈祷します。ち、命拾いしたな、ダンダン。だが次こそとどめ刺させてもらうぜ。フィオル、僕がわからないのか。フィオル、間に合わなかった。見えていたのに、分かっていたのに。シュルク、なんでだよ。なんでこうなっちまうんだよ。父上。メリアよ、我らが希望なくでない。嫌です。泣いて希望となる資格を失うのなら、私はそんなものにはなりたくない。メリア、だって私でなくとも良いのでしょう。ホムスの血が入っているだけでいいのなら。そんなことを気にしておったのか、大バカ者め。だってハイエンターの希望、それはそなた自身が選んでなるものだ。それを忘れなければ資格など後からついてくる。だが忘れるな、ヨアナ。そなたが希望。
希望だから愛したのではない。愛した者に希望となって欲しかったのだ。モナドを継ぎし者よ、私はそなたに託したい。いそが伏したモナド、そなたならきっと。はい。メディア、泣きたいのなら今は泣ける。だが涙が乾いて後は、ああ。メリア、行こう。シュルク、私は公主とか希望とかそんなことは後でゆっくりと考えればいいじゃないか。僕なんかでよければいくらでも力を貸すよ。一人の人間、メリア・エンシェントとして奴らの蹂躙に屈しちゃいけない。そうだな、それが私のなすべきことなら。芝居がうまいね、ザンザ。すべては世界のため、役者にもなろうさ。代役に立ってあげてもよかったのに。その気持ちだけは受け取っておこう。ふん、嵐は近い。以上のごとく、皇太子メリアの即位は一年の服務の後とする。なお玉座空位の間は皇太子殿下の采配により、私が摂政としてその職権を行使するものである。これに不服依存ありし者はこの場にて巨神の皆においてその旨を申し立てよ。記録院、探求院ともに全員一致で殿下のご裁定への賛成を決定いたしました。諸君、諸教の指示に感謝する。つきましては殿下、大気深海対策会議を開きたくここに進言いたします。対策会議か。確かに早急に防備を固める必要があるが。防備だけではございません。攻勢に出ると申すのか、このコート復旧の折に。我が探求員に策がございます。みんなどうしたんだもん。なんか変だもん、すっごく変だもん。お腹グーグーで悲しいのかも。おっさんよ、さっき飯食ったばっかだろうが。半日くらいで悲しくなったりしないんだよ、俺たちホムスは。そうなのかも。ホムホムは我慢強いんだもん、リキ尊敬するもん。でもあなたたちの顔やっぱり気になるわ。ダンバンだって急に一人になりたいだなんてどこかに行ってしまうし。
の鬼神兵の奏者のことであろう。メリア、もう大丈夫なのかい？大丈夫とは？父上のことなら心配は無用だ。私は進まねばならないのだろう。強いな、メリアは。茶化すな。それより私たちにも話せないようなことなのか？僕たちの幼馴染なんだ。コロニー9で鬼神兵に襲われて死んだと思ってた。俺たちを忘れちまったのか。似てるだけでフィオルンじゃないのか。もし彼女がフィオルンだとしたら、本当に辛いのは僕たちじゃない、ダンバンさんだ。どういうこと？フィオルンは妹なんだ、ダンバンの。そのフィオルンとやら、シュルクの大切な人だったのだろうか。大切？当たり前さ。俺たちはそのために旅をしてきたんだぜ。あれがフィオルンなら、なぜ答えてくれなかったんだ。フィオルン、そうだ、ダンバンさんのところに行こう。ダンバンさんなら。Ja, Leute, da sind wir wieder alleine. Dann gehen wir mal zu Dambahn, aber wir werden nicht mit Dambahn reden. Wir haben jetzt eine ellenlange Cutscene geguckt. Wir werden nur in die Nähe von Dambahn gehen. Dann werde ich da erstmal speichern. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir dürfen nämlich nicht zu weit gehen, weil wenn wir jetzt zu Dambahn gehen, dann wird sich noch eine ellenlange Cutscene abspielen, die wir uns ganz genüsslich im nächsten Part geben werden. So, dafür müssen wir aber erstmal rausgehen. So, dann werde ich aber den Part hier beenden. Im nächsten Part geht's dann da hinten nach Dambahn. Ja, jetzt haben wir das Monado Stufe 2. Schon ziemlich cool, also Monado 2. Und wir können jetzt die Monado-Techniken auch weiter leveln. Wir sollten auf jeden Fall den Schild leveln, bis ganz nach oben. Mehr dazu aber im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video und abonniert den Kanal für mehr Xenoblade-Content oder wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!